そしてくれたきっと、やべべてもしゃねえべ。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 そんだけとけやっと、やっけ、やっべ、やるしかねえべ。そんすべ、そんな気力あっけ、あっちあっと、なんじゃやるしかねえわ、生きる。はい、皆さんこんばんは。カモユーゾーの優しい独り言、今夜も始まりました。ということで、今夜はですね、君島大輔氏お休みということで、私一人でお送りしていきますので、皆さんよろしくお願いします。まあそんなわけでですね、久しぶりの一人放送ということで、かなり寂しい具合ではございますが、ぜひチャットインメールなどなどお待ちしております。本日のテーマは、昨日が体育の日だったということで、運動というテーマでお送りしていきたいと思いますので、皆さん運動とかしてますか？まあ、そんなわけでですね、運動をテーマに今日はお送りしていきたいなと思うんですけども、まあまあメールの送り方はこれから流れてきますけれども、nasa_web@yahoo.co.jp こちらまでですね、お送りください。お待ちしております。まあ番組始まって、もうね、まだ2分ぐらいですが、すでに話すことはございません。まあないってわけじゃないんですよ。実は常々ですね、最近はあんまりみんないい顔してくれなくなってるんですが、最近僕ライブにお呼ばれしてですね、出る機会が増えてきまして、いよいよ今週末はですね、大田原、栃木県北にございます大田原市でですね、開催されるサウンドクロス、2016、サウンドクロスイン大田原、こちらにですね、ポスターがございます。こんなポスターが出来上がってるんですね。素敵なポスターが出来上がってるんですが、こんなわけでですね、会場が、これ今週の日曜日でございます。今度の日曜日、10月の16日、場所が大田原はトコトコというですね、商業施設があるんですが、その近辺で、3カ所に分かれてですね、ワッキーさんこんばんなす、お待ちしておりました。今日はね、私一人でお送りしますので、チャットが僕の、神頼みでございますので、ぜひチャットインしていただいて、いろいろコメントいただければと思います。私 今回サウンドクロスこのイベントにですね、弾き語りで参加させていただくことになりまして、まあね、多分なんでカモンさんが出られて俺出られないのっていう人もいるかもしれないんですよ。まあいろいろ事情はございますが、この3カ所、中央多目的公園ステージ、それから三倉カフェ、そして地域交流カフェアズというですね、カフェをステージにして3カ所で、開催されます。そうそうたるメンバーでですね、出演者は全部で17組となっております。そのうちの1人が私ということで、なんか申し訳ないんですけども、今回はアズカフェというですね、地域交流カフェアズカフェという場所の音響を私が担当してさせていただくということで、まあそんなわけで僕がここに、なぜかサウンドチェックを兼ねてですね、トップバッターで歌わせていただくことになっておりますので、これすべてイベントは11時からスタートしますので、ぜひですね、遊びに来ていただければと思います。11時には僕が歌って30分で終わってしまいますので、ぜひカモンさんの歌声を聞いてみたいわという方いらっしゃいましたらですね、ぜひこちらサウンドクロスイン大田原、今週日曜日10月の16日の11時からということですね、地域交流カフェアズの方で僕が出演します。そしてこのアズカフェではですね、皆さんこの番組ではご存知のココブルーや、二郎さん、そして新一さん、松本かな子さん、そして君島大輔君がですね、出演することになっておりますので、ぜひぜひこちら遊びに来ていただければと思います。地図はこんな感じになってるんだけど、ピント合うか、ピント来い、来た、
こんな感じでですね、大田原のトコトコというですね商業施設を目指してきていただくと、その脇に入っていくとですね、脇の道入っていくと奥の方に多目的公園が、新しく綺麗な公園ができております。ほぼその向かい側にアズカフェというですねカフェがございますので、こちらで私トップバッター歌わせていただきますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。まあそんなわけでですね、この宣伝は今日は4回ぐらいやっていこうかなと思っております。まあまあそんなわけでですね、皆さん運動やってるでしょうか。僕はですね、最近運動しようとは思ってます。あ、ワッキーさん来てほしかったな。カモンさんが歌うのなんかなかなか見れないですよ。なかなか見れないですよって、最近なんかよくいろんなところで歌わせていただいてますけど、本当ありがたいことで、歌う機会をいただいてるので、それなりに練習もしております。必ずここの横にはですね、こうやってギターもございますので、ちょっと空いた時間だとか、ちょっと練習しなきゃと思った時にもうちょこちょこですね弾いております。ちゃんと今回はライブの前の日には弦を張り替えていこうと思っておりますので、ぜひですね皆さん遊びに来ていただければと思っております。で、まあ、今週1週間を振り返りたいと思うんですけど、今週は皆さん連休があったんですよね。ワッキーさんなんかはきっと忙しかったかもしれないですけどね、連休があって、で僕はずっと事情があって高根沢の方にいまして、いやー大変でしたね。これを事情を知ってる人は数名いるんですが、あ、ワッキーさんなかなか見られないんですよ。なかなか見られないんですけど、来年の春からはちょっと黒磯公園、花畔公園のステージをお借りして、で月1回ぐらいをあったかいうちにやろうかなって思ってます。公開練習と題してですね、まあセッティングはアコースティックという形がいいかなとは思ってるんですけども、まあ思ってるよりも安く借りられるので、皆さんから参加費だけはいただいてですね、音響をバンバン持ち込んで、でそこにいるご家族の方とか、たまたま散歩に来た方とか、なんかこう生演奏の楽しみとかをなんかちょっとこう興味持ってもらえたらいいかなと思ってですね、開催していこうかなと思っております。なかなかちょっと音楽離れっていう言葉がね、いろんなところから聞こえてくるので、まあちょっと、その音楽に少しでも興味を持ってもらえるようなイベントをね、なんかやっていけたらなと思ってるんで、来年の春からはちょっと暖かい時期にですね、ちょっとまあ月1回ぐらいを目安にできたらいいなと思ってるんですけどね、まあよかったらステージ練習と思ってですね、皆さんも参加いただければと思います。まあ詳細決まりましたら、連絡したいと思います。思いのほかこの間ね、花畔公園の石のステージでの練習ってすごく良かったんですよ。なのでぜひまたやりたいねって話もみんなでしたので、またやりたいなと思ってます。で今週のアズカフェでも僕は音響担当ということで、機材全部持ち込みでですね、頑張らせてもらおうと思いますので、ぜひこのイベントも成功させたいなと思ってますので、皆さん遊びに来ていただければと思います。まあそんなわけでですね、あとはちょっとここだけで告知させてもらいます。もし参加したい人がいたら連絡いただきたいと思ってる企画なんですが、来週、1週間後ですが、1週間さまた先になるんですが、10月の22日、トリットおっかさんの方でですね、ハロウィンパーティーを開催しようと思っております。あ、土曜日かな、土曜日だね、10月の22日は土曜日かな、そうですね、土曜日の、夜多分6時とか7時ぐらいからかな、やっておりますので、でもし参加したいという方、これ去年もね結構盛り上がったんですよ。で今年もそうなんですけど、せっかくハロウィンパーティー用に仮装してきてくれるので皆さんね、なのでその仮装の姿を写真を撮ろうということで、割と本格的に写真を撮ってる人がいるので、カメラマンがいるので、その人に来ていただいて撮影会もやろうじゃないかということで、今年もまた企画しております。そして、内容としては一番
子供たちもみんなちょっと楽しみにしているのがビンゴゲームですね。一応参加費が4000円だったかな、4500円だったかな、そのぐらいです。で、食べ放題飲み放題です。で、そこに、皆さんその他にですね、ちょっと1000円分のプレゼント、これをちょっと面白いものとかね、ちょっと普段買わないけどもらったら嬉しいなとかね、そういうものを持ち寄っていただいて、でビンゴで上がった順に、好きなものを取っていくというような方式ですね、またやろうと思っておりますので、もし参加したいなっていう方、この再放送を見て、そんなのあるんだったら行ってみたいっていう方ですね、ナスウェブのメールの方に、希望をですね、あとに参加人数いただければ、一応限度数があるのはあるんですが、参加したいっていう方はお待ちしておりますので、僕の枠の方でですね、参加人数に入れようと思っております。ほぼほぼ身内でやってるのは身内でやってるんですけれども、まあ毎年ね、割と仮装みんなすごい気合が入ってきてるので、中途半端に来るとちょっと恥ずかしいぐらい、ハロウィンパーティー、いよいよトリックオアトリートか、もう何年やってんだろう、5年目ぐらいになるかもしれないですね。ここ数年やり続けてますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。参加者は前もって予約制になっておりますので、来週の土曜日22日の、夜6時半ぐらいだったかなから、会費4000円の食べ放題飲み放題プラス、1000円のプレゼントをお持ちいただいてですね、で仮装での参加ということで、ドレスコードは仮装ということで、今年僕が何になるかっていうのはですね、その時を楽しみにしている方が結構いるので、まだ公開はしません、もう何になるかっていうのは準備はしたんですけれども、今年はちょっとあれをやろうということで、準備しております。もしね、ハロウィンパーティー参加してみたいっていう方はですね、こちらね、これ今流れてきましたが、nasa_web@yahoo.co.jp こちらまでお送りください。参加希望と、トリトカハロウィン参加希望というふうにね、で参加人数も書いていただければね、その人数予約入れますので、よろしくお願いします。まあそんなわけで、今日は運動というテーマでお話をしていきたいんですが、私しばらくやってなかったゴルフをいよいよちょっと再開しないといけなくなってきました。というのは、実は今までこうやろうよやろうよっていう声はいろいろかけていただいてたんですが、なんとちょっと仕事の関係でコンペに出なきゃいけなくなってしまいました。それがね、11月の13日かな、日曜日なんですけども、なのでちょっとね、ちょっと思ったの、ゴルフってメンタルスポーツだからイメージでいけんじゃんとか思ってたんだけど、案外やってみるとね、そうもいかないところがあって、そんなわけでちょっとね、ここ数日寒くなった、まあ涼しくなったっていうかな、夜は寒いんだけど、昼間ちょうどねゴルフのね練習にはちょうどいい気候かなと思ってるんで、ちょっと練習に行こうかなと思ってます。で、それとこの間水野美紀だったかな、テレビでウエストを絞るのにフラフープがいいっていうのを見たんで、ちょっとフラフープをやってみようかなと思ってます。でね、その番組で言ってたのが、なんかね、1日8分ぐらい、8分つったな、8分音楽を聴きながらずっとやるんだって、回し続けるんだって。で、右8分、左8分だから全部で16分ぐらいを毎日やるとウエストが細くなるらしいんですよね。だから俺が実証すればいいかっていういつも口だけですけど、ちょっとね、フラフープ買ってみようかな。ワッキーさんとこフラフープ回せる？俺ね、なんかね、でも小学校の頃フラフープ回せた記憶があるんで、回せんじゃないかなって思ってんだけど、これね、だから全てメンタルっていうか、イメージだけはできるつもりでいるんですよ俺。ゴルフもそうで、メンタルだから、メンタルスポーツだから、イメージさえ作っていけばなんとかなると思ってるんだけど、最近そのイメージが作れなくなってて、でフラフープも回してた記憶はあるんだけど、
どうに回してたろうと思ったら回せないような気がしてきてて今だからねちょっとフラフープ買ってみようとは思ってるんですね。なので買ってで俺ほら今年中にちょっとダイエットっていう話してたんでまあダイエットしたいなと思ってるんですけどなかなかこうやってね振り返ってみるとっていうかその場に立ってみるとなかなかねダイエットする時間がないことに気づいてきてるんですよ。まあ仕事の関係もあるんですけどまあ一番は仕事かな。終わるのがもうね9時10時だと火曜日はこの時間にできるだけいられるようにしてます。で今日は実はこの放送も11時きっかりで終わりますからね。その理由があって俺また職場へ戻んないといけないんですよ。そうほぼこの放送のために帰ってきたって感じなんですけどちょっとね今週中に提出しないといけないちょっと重要な書類があってでまあ前から作っとけよって思うんだけど実はなかなか時間がなくて作ってなかったもんですからちょっとね戻って、今日はちょっと夜鍋をするよ。会社で朝を迎えることだけはしたくないと思ってるんで、なんとかね終わしてこようと思ってるんですが、なんで今日は11時ぴったりで終わりますのでお付き合いいただいている方ぜひですねメールもしくはチャットインしていただいてですねこんなカモにお付き合いいただければと思います。本日は君島大輔くんはお休みでございますので、いくら待ってももし君島大輔ファンっていう方申し訳ございません。今日は来ませんので僕が一人でずっと喋り続けないといけないということですね。まあそんなわけでちょっと運動ということで今ゴルフとそれからフラフープこれをね始めようと思っております。そして先々週かな君ちょっと話してて昔何だっけかなインラインスケートみたいな何だスケボーの1個ずつ2個しかタイヤがついてないバージョンがあるんですよ。で真ん中から切れてるんでこう2つに分かれてるんですけどこれがなかなか難しいやつ でそれもちょっと車に乗せといてたまにやろうかなと思ってですね股関節というか下半身 の強化にすごく良くて、あ、ワッキーさん体力大丈夫ですかってことで大丈夫です。最近僕ベッドで寝てないんですよ。ここにソファーがあるんですけどこのソファーでもう眠くて横になるとそれで朝を迎えるっていうね。だからちょっとね風邪ひきそうで怖いんですよ。で今日ちょっとね今週末にライブがあるじゃないですか歌わせていただくんで一曲何かやろうと思ってます。もしリクエストとかなければ歌える曲を選ばせてもらいますけどリクエストとかなければちょっと今週は歌わない曲を一曲なんかやろうかなと思っております。今週歌わない曲あでも歌う曲かなどっちがいいかな。まあそのあたりは見に来れないっていう人もいるので一応まあカバーだからね俺オリジナルないからカバー曲やるんですけどまあちょっと一曲何かちょっと今日は終わりまでにやろうかなと思ってます。であとまあちょっと実は今まあ Facebook 僕のことをフォローしてくれてる方はですねお友達になってる方は記事を見てると思うんですが謎のバンドが始動ということで、これは別に今週末ではないんですがちょっと今年中にあるイベントでちょっとバンドをやろうということで今ちょっと練習中でございますので、あんまりネタバレしてもあれなんであんまり言いませんけれども、もうスペシャルなメンバーを集めまして、ちょっと今練習中でございます。まあその関係もあってですね今週はずっと高根沢にいたんですよ。この連休のほとんど高根沢にいました。すごいね音楽作れる人ってすごいなと思う。俺もちょっと一つねああいうソフトでやってみたいなってちょっと思いました。ここにだからミディ鍵盤置いてミディ鍵盤ってみんなわかる？普通のピアノみたいな鍵盤なんだけどそれでドラムとか全部入れたりできるっていうやつね、そんなのでちょっと音楽作りってやってみたいなと思ってねちょっとね刺激受けましたね。まあ、運動とはちょっと話違うんですけどでも実は歌うことってまあワッキーさんはドラムだからあれなんか超運動ですよね。
だって曲の間さ、ボーカルは歌わない時もあるじゃないですか、感想だとか。でギターとかも場合によってはないし、まあドラムもそういう場合によってはない場合もあるけど、ほぼでもドラムは打ち続けるよね。あれってすげえ体力だなと思う。だから YOSHIKI とかが、まあドラムやる人ってなんか上脱ぎたくなるのか分かんないですけど、まああれはもう暑いからだろうなと思うんですけどね。まあ音楽もやっぱり運動かなと思ってて、で最近この間の練習の時にキミッチョも言ってたんだけど、腹筋に力を入れて、腹筋で、まあ腹筋に力を入れるとちょっと語弊があるんですけど、腹式呼吸で声を出すようにするとすごく声が安定するっていうのがすごく最近意識してやってると思うんですよね。でだけどこう緊張したりだとか、ふとちょっとたまにギターいじって歌ってみようみたいにやると、それを忘れてやってるんですよね。だからそれ意識してると結構ウエストって細くなんじゃないのかななんてちょっと思ってて、だから歌うこともちゃんと発声してればいい運動なのかなと思ってるんで、ちょっとね最近本当いろいろお誘いも受けるし、でちょっと曲作りというのにもやっぱり興味を持ってて、ほらね、ワッキーさんチャットで言ってくれてますけど、一曲叩くとすぐに汗かきます、演奏中は止まれないので。だよね、止まれないよね。だからすごいなって思いますよ、ね。まあちょっとね、音楽っていうことも決してインドアではあるんだよ多分音楽って。だけどすごくその体力勝負ではありますよね。だから歌うにしたってすごい体力使うんですよこれ。カラオケで歌うっていうのとまたちょっと違うのかなと思うんですよね。まあ本気でやったらみんな一緒なんでしょうけどね。本当最近自分でも歌ってて、腹式に意識をしないで歌うのと腹式に意識をして歌うのとでは自分の中での歌いやすさも変わってくるんですよね。あと高音の出し具合がこの腹筋に力入れるだけで出るっていうのを不思議に思ってて、最近それを意識するようになったんで、ね、ちょっと特にまあ弾き語りはそうなんですけども、その今バンドの練習してて、バンドのボーカルとして僕も歌うんですけど、ちょっとその腹式呼吸をちょっと意識してやろうと思って、でそうでないとなんかただ叫んでるだけになってしまう感じがすごく自分の中であって、なんか実は動画でこの間1回練習したんですけど撮ってあって、ですごい不安定な歌だなと思って自分の中で思ってたんで、ちょっとそれをねどうにか直したいなと思うんで、ちょっと歌うことも運動と思ってですね、真夜中でもちょっとここ割と音出しても問題ないんで、やっていこうかなと思ってます。そして、まあ、運動という面では、あとはウォーキングを本当はやりたいとずっと思ってるんですよ。昔はねマラソンにも出るぐらい一生懸命走ってたんですけど、最近その時間がないだけに、せめて深夜に不審者扱いされてもいいから、ちょっと寒くもなってきたしね、歩ってもいいかなと思って、虫とか嫌だったんですよ夏のムシムシする感じの中、虫とかが顔に当たってくるのとすごい嫌だったんですけど、これだけ涼しいとね虫もいないので、星がそして綺麗なんですよ。なんでそういう中ちょっと夜な夜なちょっとウォーキングとかしようかなと思ってて、まあどれだけねこんな涼しくなってからダイエットできるのかって分かりませんけど、まあちょっと時間を見つけてはやってみようと思ってます。で腹式呼吸、さっきの歌の話とつながるんだけど、やっぱりねちょっと実は昨日の休みは昨日の連休最終日は家の周りの垣根を刈り込みしてたんです昨日。そしたらすげえ腕が筋肉痛なんですけど、何気に腹筋とかも筋肉痛になってて、もうまあしゃがんだりで上がったりこういう運動スクワットみたいなこともやってるから余計なんでしょうけど、それで今日歌ってみたら結構なんか自分の中では前練習で意識するよりも意識しなくても腹筋に力が入ってたりとかするんで、あ
やっぱり単に運動不足って良くないんだなって思って、だからちょっとねやろうと思ってますよ。カモン雄三肉体改造計画ですね、なんかココリコの遠藤もなんとかザップ行ったみたいですね。でその結果がウェブで公開みたいになってますけど、まあ僕見てないんで分かりませんけど、成功したんですかね。ね、まああそこ成功しなきゃ多分後悔しないだろうと思うんで成功したんでしょうけどね、まあちょっと僕も少しスリムになりたいなと思ってるんで、まあ長い目で見てやってください。少しずつやっていこうかなと思っておりますのでよろしくお願いします。まあまあそんなわけでですね、今週末いよいよこの話もう一回繰り返しますけど、サウンドクロスイン大田原、こちらの方のイベントに私出演させていただきます。なんと17組しか出てないうちの1人が私になってて本当申し訳ないなと思ってるんですが、大田原市にはありますトコトコというですね商業施設のすぐ近くにある多目的中央多目的公園、それからミクラカフェというカフェと、それからアズというカフェの3カ所でステージを設けて、それぞれ同じ時間同時刻にいろんなアーティストが歌うというイベントになっております。で僕が歌うのは、アズカフェというですね、このポスターでいうと一番左側にね、記載されてるんですけども、このトップバッターは私カモン雄三、11時から歌わせていただきます。そして2番手にこの番組でもおなじみ、おなじみってまあね、いろんなイベントで一緒にご一緒させていただいてます、ココブルーさん、そして松野二郎となっております。前はね二郎っていう名前でアルファベット二郎でねやってた人なんですけどね、最近フルネームにどうやら変えたっぽいんですよね。そして新一さん、路上のラブファイター、最近言われてないということで、ね、路上のラブファイターと呼ばれております。愛の歌を多く歌う方ですね。その次萩尾さんという方は、僕は萩尾さんとよくご存存じないんですけど、ちょっとどんな方なのか楽しみにしてます。そして松本かな子さん、そして最後は君島大輔氏ということで、あ、村さんこんばんなっす。今週私大田原のサウンドクロスイン大田原という番イベントでですね、カモン雄三を歌わせていただきます。まあ、なかなか村さんね東京から難しいんですけどね、まあ、こんなイベントにも僕参加させていただくようになりまして本当ありがたい限りでございます。そのために僕は一生懸命今練習を重ねているところでございますので、よろしくお願いします。そして村さんはぜひ今年中にちょっと僕もメンバーに加えたあるバンドが、今練習中でございます。それが公開される場がございますので、これから情報公開 OK になったらですね、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいなと思ってるんですが、まあ近々多分情報公開できると思いますので楽しみにしててください。現在いろいろ数曲練習中でございます。まあ、対バンももちろんあるんですけどね、なかなか僕も16日ハードロックハウスなんですね、ハドロなんですね。この日に僕は大田原で歌っておりますので、君島大輔氏も出ておりますので、ぜひねもしお時間があれば遊びに来てください。入場は無料でございます。このイベントは、各会場入場無料となっておりますので、読んでみるとね、僕も知ってる方も結構出てるんですよ。チャボというですね、チャボの曲はこれからちょっと1曲かけてみようと思ってるんですけども、チャボとか松野二郎は二郎さんでしょ、それからテンダーロインは村さんも知ってるよね多分ね、ミュージックコンプレッションにね一昨年だったかな出たと思うんですね。テンダーロインも出ますし、松本かなんかあれか、すごいのはね、大田原女子校フォークソング部が出ます。なんと女子高生が登場しますので、ぜひですね、あ、ワッキーさん情報解禁が楽しみということでありがとうございます。いろいろあるんですが、まあどうなんだろう、バンド名もまだみんなで OK もらってないんで公開しませんけど、一応ちょっとね私を含んだ
あるバンドが、謎のバンドが活動を開始しておりますので、皆さん楽しみにしててください。そんなわけで今ちょっとチャボの紹介したので、チャボの曲を1曲紹介したいと思うんですね。で、一応チャボの音楽は動画で公開 OK もらってないので、動画あるのはあるんですよ。ただ、本人から OK はもらってないので、ライブバージョン音源っていうのがあるんで、それを聞いていただきたいと思います。チャボというのは実は八代淳さん率いる、八代淳さんが、メインボーカルを務めるバンドなんですけども、ミクラカフェというね、あのカフェの方で、16日午後1時から登場します。すごいね、この間石のステージでは村さん、カモン雄三バンド、そう、カモン雄三バンドですよ。今練習中でございますので楽しみにしててください。公開の際にはぜひ村さんも遊びに来ていただければと思ってます。そんな、チャボの、八代淳さん率いる、チャボというですね、バンドの曲で熱風という曲を聴いていただきたいと思います。それでは皆さん、ちょっと聴いてください。どうぞ。
切り裂いて迷いさえも断ち切り走りゆく少年恋しける芝生に照らされてめまいが吠えた地図したら幻想の未来も身にしみる現実も悩みさえも忘れて走りゆく少年恋しける芝生に照らされてめまいが吠えた地図したらララ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 はい、というわけで聞いていただきました。これがですね、チャボの熱風という曲でございます。いかがだったでしょうか。そんなチャボさんがは僕のステージじゃないんですけど、三倉カフェさんの方で午後1時から出演します。チャボっていうのはね、あの鳥のチャボっていう字なんですけどね、ぜひぜひ皆さんご覧になっていただければと思います。気づくと松本かな子さんは2カ所出るんですね、これね。中央多目的公園ステージと、僕の音響担当のアズカフェの方でね、松本かな子さん出演ということで、君島大輔君も出ます。そして二郎さんもですね、僕のステージの方で出ていただくので、この後ちょっと喋ったらまた二郎さんの曲でもね一曲紹介したいなと思っております。二郎さんって呼んでるけど松野二郎さんのようなので、今は二郎じゃなくね松野二郎で活動しているようなんで、皆さんね、大脇さん、ノリノリサンバですね。これはあの普段はドラムとベースとギターの3人で活動してるんですけど、この多分ライブバージョンはパーカッションの方が参加していただいているので、ちょっとサンババージョンになってると思います。原曲の熱風はねもうちょっとロック調の感じだったと思うんで、まあちょっとあのバンド編成で今回チャボで出るので、三倉カフェさんの方もちょっと楽しみかなと思います。で、ゴサデンさんっていうあの方が11時からトップバッターなんですけど、後藤秀明さんというですね、ちょっとこの番組では一時あのエンディングに今月の1曲みたいなのをですね、あのアップしてくれてたんで紹介してたんですけど、またちょっと時々アップされてるんで今度紹介したいなと思ってるんですけどね。ゴサデンの方々も三倉カフェさんの方でトップバッターで出ます。まあ僕の担当するアズステージは、アズカフェステージはですね、比較的アコースティックバージョンということで、のんびりやる感じかなと思ってますのでね、入場無料になってるのでぜひ遊びに来ていただければと思います。これね、なんかちゃんとしたね、あの絵描きさんからこれ提供してもらったらしいんですよ、この絵。だからここ 2,3 年この絵をこのポスターに使ってるようなんですけどね。そして運動というテーマですが、ちょっと運動から音楽の方に話はそれておりますが、せっかくなんで二郎さんの曲もね1曲だけ聴いてもらおうと思います。本当はこの間の石のステージの練習の時に、出ていただいてたんでその映像と思ったんですが、今日私何せ、仕事を残してきてる状態なんで、あのちょっと間に合わずですね、準備ができてないんですが、まあちょっともら前に大昔作った音源からですね、一曲紹介したいなと思うんですが、I Wanna Be a Superman っていうですね、歌を歌ってるんですよ、ジローさんはね。でそれも紹介したいと思うんですが、そう、その話の前に今日さ、みんな運動といえばそうだよね、あのそういえばさ、オリンピックのこの間パレードもあったんだけど、まあパレード別に何話すことも俺ないからあれなんだけど、今日はオーストラリア対日本のあのワールドカップ最終予選があったんですよね。で俺仕事しながらあのテレビの音だけ聞きながらで、山口元気だっけが1点取って、でまさかの PK を与えたのも元気だったんですね、どうやらね。あ、
あ、原口元気か、原口元気ね、あの原口元気がね、そしたらさっき俺このパソコン開いたら、ホジッチがアリル・ホジッチが、なんか原口元気を慰めてるっていうシーンが写真でねアップされてて、あそうだよなと思ってね、結局引き分けて勝ち点1になってしまったんですけどね、あの幸先いい1点だったんですけどね、随分始まってすぐぐらいに1点入ったからね、俺びっくりしてたんですけどね、まあ、次は11月の15日かな、15日ですね、に、今度はホームでサウジアラビア戦、現在、勝ち点をなしにすると2位のサウジアラビアですか、日本がやるということで、ホーム戦だからあれかな、7時過ぎぐらいからかな、またちょっとねここでちょっとおビールでもいただきながらですね、見てみたいなと思っております。そしてまあちょっと音楽の話に戻るんですけど、今度の日曜日ねサウンドクロスの方僕出させていただくんですけど、自主企画でいよいよ寒くもなってきたので、いよいよですね年末の恒例企画、キャンドルナイト、これがですね、いよいよ開催が決まってくるんじゃないかと、今月中にどうやら日にちは決まるというふうには聞いてるんで、それが決まり次第、各、ミュージシャンにオファーさせていただこうと思っております。今回はちょっとできるだけ新しいメンバー、それから今年一緒にちょっといろいろ活動させていただいた方々をちょっと中心にですね、集めてみたいなと思っております。で、去年残念ながら参加できなかったような方もちょっとまた声かけてみようと思っておりますので、ぜひですね12月の多分第3か第2の土曜日なんですよ毎年なんで、ぜひ皆さんも遊びに来ていただければなと思っておりますのでよろしくお願いします。これもまあ解禁とか何もないんで決まったら、お知らせしたいと思います。あと全くこれ解禁できないんですけど先日ミュージックコンプレッション開催されましたけれども、YouTube の方に皆さんの演奏、まあ綺麗な映像でアップさせていただきました。本当みんな素晴らしい演奏でですね、見応えのある映像が YouTube の方にアップされております。でその中からある方の映像がある番組で使われるかもしれません、それが何なのかとかいうのもまだ全然情報解禁できないんであれなんですけど、実はナスウェブにはですね過去にもいろんな問い合わせはあるんですよ。YouTube でアップしてる動画とかをなんかちょっといかがわしいのに使わせてほしいみたいな、音楽とかかな、それはね、どちらかっていうとね、そういうよくわかんないドラマのワンシーンで使わせてほしいとかっていうよくわからない人から連絡が来たりとか今までいろいろあったんです。実はあんまり表に出してませんけれども、でいろいろその会社名を調べても出てこなかったりとかで、一応電話してみるんだけど出ないとか、そういうのが結構あって、あと使われてないっていうのもありましたね、電話番号がね。だからただのいたずらなんだろうと思ったんですけど、今回はちょっとちゃんとしたところからオファーがあって、でまだこれ何にも誰の映像がどういうところで使われるかって何も僕言っちゃいけないんで言えないんですけど、ちょっと来年かな多分ね、どうも情報が解禁できるようになったらですね紹介したいなと思ってるんですが、ナスウェブで公開している映像を使わせてほしいということでオファーがありまして、初めてちゃんとしたオファーだった気がするんですけどね、まあそれでちょっと提供しているものがあるので、来年それが乗るかどうか分かりませんけどね、多分来年あたりだろうと思ってるんですが、楽しみにしててください。そんな情報も公開していって、でナスウェブね、やっとこういうのがあると載せることがね悪いことじゃないなって思うようになってきたんで、ちゃんと皆さんのライブ映像だとかもちゃんとまとめてアップしていこうかなと思います。ちゃんとね、俺最近ちょっとね手抜きなんだよね。だからこの間まあ
ね、自主企画でやってるものの映像は案外あの手抜きしてるんですけど、さすがにねジョーカーの心意気というか気合が違うので、ミュージックコンプレッションの映像だけはちょっとちゃんと撮った映像ね、放送した画質の悪いものじゃなくてちゃんといい映像でアップしたいなと思ってですね、アップさせていただいたらそういうことも あるということで、ぜひ皆さんミュージシャンの方なんかもね一生懸命やってもらって、ナスウェーブの、まあ、映像ネタになっていただいてですね、なんかそういうねどっかこう飛び出していっていただけるといいなと思っております。はい、まあまあそんなわけでですね、ちょっと二郎さんの曲さっき途中でお話がね変わってしまったんで、二郎さんの曲で I Wanna Be a Superman っていう曲があります。3分程度3分ちょっとぐらいの短い曲ではあるんですが、ぜひ聴いてください。僕の担当するアズカフェで歌います。松野二郎さんの曲です。どうぞ。はい、というわけで聴いていただいているのがですね、二郎さんの I Wanna Be a Superman という曲でございます。これ何せライブの音をそのまま CDR かなんかでもらったんで、若干ね音は悪かったのにもちょっと途中でちょっと音をいじらせていただいて皆さん少しクリアになったんじゃないかなと思うんですけどね。まあそんなわけでですね、いよいよ今週末、サウンドクロスイン大田原、こちらの方でですね私も参加させていただくことになっております。ぜひぜひ11時からアズカフェの方で私トップバッターで歌わせていただきます。本当ねここだけの話しちゃうと、みんなこれ出演者の方々はちゃんと応募して動画とかを見ていただいて審査の上選ばれてる人たちなんですよ。なぜそこで僕が歌うかっていうのは、この会場の担当が僕が音響になった関係でサウンドチェックを含めて、ここの実は時間枠が余裕があるので、サウンドチェックを含めて歌ってくれっていうオファーを受けまして、僕だけ審査受けてないんですよ。受けてないんですよ。なんで本当あんまりなんか堂々とこうやって宣伝してるのがなんか申し訳ないんですけど、ぜひですね今週末日曜日ですね、僕歌いますんで、こういう機会いただいたからにはちょっと一生懸命練習しているところでございますので、遊びに来ていただければなと思っております。
そして冒頭から見ていただいている方はご存知かと思うんですが、私これから11時にこの番組を終了したら仕事に戻らないといけませんので、ちょっとぴったり終わすためにもちょっと早めに僕の曲を、多分今週末のライブでこれ歌うつもりではいるんですけど、他のライブではこの間のニューヨークスタイルループさんで一回歌って、あと石のステージこの間練習で歌ったぐらいかな。なのでほぼほぼ未公開というかかと思います。ちょっと音合わせよう。急に寒くなったでしょ。だからギターがね帰ってくるとものすごい音が狂ってるんですよ。弾いてみたら気持ち悪いんですよね。気持ち悪いって表現多分ギター弾く人とかは分かると思うんですけど、音が狂ってると演奏した時になんかあれって思うんですよね、やっぱりね。だからそれがね直さないと。俺演奏中チューナーつけていながら直さないですよね。ダメだなと思ってるんですけど、じゃあちょっと僕のステージもあるので一曲やらせていただこうと思います。今日君中いないから一人だよね。はは、あ、これじゃない。はは、は、じゃあちょっとねライブ風にお風呂みたいになってるかな、みんな。おかえりって曲をやってみたいと思います。君が待っているから今日は早く帰ろう。裸になって濡れて一緒にお風呂に入ろう。君が待っているからどんなに遠くに行っても君の声がすればすぐに気づく、わかる。どこに行っても今日はちょっとだけ悲しいこともあったけど、だけど最後はこう思う。君が待っているから今日は早く帰ろう。君が待っているから今日は早く帰ろう。赤い毛布にくるまって果てしない宇宙を旅しよう。こんなに大きな町の一日が終わる。全くもって不思議さ、こんなに
綺麗な気持ち今日はちょっとだけ悲しいこともあったけどだけど最後はこう思う君が待っているから今日は早く帰ろう You are my honey You are my only angel Stand by meStand by me はい、というわけでですね、聴いていただきましたおかえりという曲を演奏させていただきました。いや誰もね、拍手する人いないから一人でやってみたんですが、わかりました。あのね、こんなね、大々的なイベントなのにトップバッターから僕すっげえ静かな曲やってきます。こんな感じでスタートしちゃうと思います。はい、まあそんな感じですが、思うんですよ、トップバッターだから盛り上げる必要もないかなって僕の中で思ってまして、どうせだから歌いたい曲やらせていただこうと思って、もうほんとね、自分の身に染みてるような曲をちょっと選曲させてもらおうと思ってですね。 ありがとうございます、ワッキーさん、村さん、ほんとありがとうございます。もう2人がいるおかげで僕は今日はね、この1時間頑張ってやってこれました。久しぶりに1人でやるとなかなかね、何喋っていいのかなみたいなね、ありますけれどもね。まあ、いよいよ、まあ、何度も言いますが、今度の日曜日、君っちょも出ますよ。君島大輔氏は僕のステージの一番最後、トリを務めますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来ていただきたいなと思っております。そんな君っちょがトリを務めるステージのトップバッターが僕ということで、こんな感じのメローな曲を、しっとりと歌い込んで、歌い切りたいなと思っておりますので、よかったら皆さんね、遊びに来ていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。まあまあ、どれだけね、楽しいステージにできるかっていうのは、もう多分僕は自己満足になると思いますので、サウンドチェックを含めた、まあ、ソロなので、もう気軽に皆さん遊びに来ていただければ嬉しいなと思っております。いよいよ今週日曜日に迫りましたサウンドクロスイン大田原、たくさんのアーティスト、17組のアーティストが各3会場に分かれてですね、演奏しますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。そんなわけで、近々の情報としてはとりあえずそのぐらいかな。で、来週もう一度告知しようと思ってるんですが、ハロウィンパーティーを来週の土曜日22日ですね、10月の22日に開催予定となっております。場所は、那須塩原駅近くにあります鳥特化というイタリアン料理店のですね、お店の方を借り切りまして、参加費4000円だったと思うんですね。4000円の、その他1000円のプレゼントを用意していただいて、ビンゴゲームをやりたいと思ってますので、参加条件は仮装となっておりますからね。多分去年も何になったかって、確か翌週の放送でやったと思うんで、来週、再来週の放送の時には僕多分そのハロウィンの時の格好でこの番組出る予定でおりますので、楽しみにしててください。今月いっぱいがハロウィンで終わるので、どっかに出没したいなと思ってですね、今回のは割と、去年がねルパン三世やったんですよ僕。だけど今年はちょっとルパン三世よりはちょっと外歩くには恥ずかしいような格好かなって思うんですけど、まああんまり目立つかな、まああれなんですけどね、楽しみにしててください。できるだけ毎年なんか話題になったものとかをね、
取り入れていきたいなと思って仮装を考えてるんですが、今年はそんなにそれが目立ったかっていうとまあ微妙なんですが、僕の中ではちょっとこれかなって思いましてですね、準備した仮装がございますので楽しみにしてください。そんなわけで、今週日曜日は今度の日曜日は大田原で、皆さんのとお会いできるのを楽しみにお待ちしております。そんなわけで、こんな時間までですねお付き合いいただいた皆さん本当にありがとうございました。お別れはその大田原、サウンドクロスのですね、僕のステージのトリを務めます君島大輔くんの曲で夢のかけらという曲でお別れしたいと思います。これはレッツでやった演奏かな、この映像でお別れしたいと思います。それでは本当に最後までありがとうございました。この後も起きてる皆さん素敵な夜を、バイバイ、日曜日待ってます。